あなたは彼が特別だってことを知らないの。え？どういうこと？え、イージさんが特別？まあ、確かにすごかったけどさ、いろいろ。え、今のミアの感じ、イージさん生きてるっていうかなんか、お！戻ってきた！戻ってきました、イージさん！生きてました！まあ、あんな消されて、あんな消されて、死んでないから、そら。はい。さっきの場所や。誰かいるのか。工場やな。寒い。え、工場じゃないの？え、イージさん何？え、精神世界？はい。どうしてこんなとこに。いや、でも少なくとも、イージさん生きてる。くそ、怖いそうだ。寒いな。温まろう。ちくしょう、体が。イージさん。バカみたい、お前。お？エブリンか。エブリン、どうしてこんなとこに。エブリン、お前は死んでる。え？死んでる。そうか。俺はミランダに、いや、俺はロズを助けに。違うよ。ミランダのせいじゃない。お前はずっと前から死んでる。何言っているんだ。俺はまだ。ほらね、ミランダに殺されたんじゃない。一度もおかしいと思わなかったの？今まであんなに傷ついてきたっていうのに。思ってたよ、それは。まあ、ゲーム的な都合やと思ってたよ、俺は。思い出して。うん。何度も死んでたよ、イーさん。おお、ムービーや。いや、確かにイーさん何度も死んでたよ、そら。3年前のあの日、ベイカー邸で。お前は、ジャックに、殺された。お前はとっくに死んでたんだ。あ、この時点で死んでたってこと？そんな、だから、ありえない。だから動けるはずがないんだよ。いい加減なこと言うな。じゃあなんで動いてた？ずっと動いてたよ俺。動けるはずがない。わかる？ふざけるな。じゃあ今までの俺は。それよ。俺は自分で。どうぞ、ミア。俺は。ん？何？金の話か、やっぱり。分かったでしょ。お前の体は全部カビでできてるんだよ。え、そうなの？え、そんなこと急に言われた。お前はもう二度と家族には会えないよ。え、でも家族、俺の家族。え、でもミアはそれを知ってたんやね、多分。ダメだ、ローズ、助けないと。それ全身カビやとしても娘産んでるし。娘よ。お前はもう死んでる。死んでるんだ。違う、イーさん生きてる。やめろ、イーさん生きてる。いい加減なこと言うな。全身カビやとしてもイーさんはイーさんや。ローズ、必ず助ける。全身カビ？嘘とは思えんよな。なんかその、精神的に操作しようとする嘘ではないよね。I'll save you no matter what。 うん、わからん。私はあなたを忘れない的な。
あ、起きた、現実世界なんか動いてんな。ようやくお目覚めですかな。あ、あ、デューク、助けてくれたの。私の馬車です。ひどくうなされてましたね。あ、夢デューク。ハイゼンベルク教とは激しい戦いでしたな。ましてやミランダまで現れるとは。どれくらい寝てたんだ。どこ行ってんの。まずもうすぐ夜明けです。デューク、頼みがある。ミランダのところへ。そうおっしゃると思い、すでに向かっております。さすがやの。あ、間もなく着きますよ。いや、ありがとう。え、待って、なんか謎が多いんですけど。しかし、よろしいのですか。そのお体はまるで朽ちかけているようだ。ああ、分かってる。愚問でしたかな。これも愚問だろうが、お前は何者なんだ。それも気になる。私自身も存じかねます。着きました。助かったよ。ウィンターズ様、あなたはもう人の世に戻ることはできませんぞ。ご覚悟は。じゃあやっぱカビナン。ああ、できてるさ。やっぱカビナン全身。ここや、祭祀場。急がないと。え、イーさん、あ、武器は持ってる。え、イーさん、カビなの。カビなの、イーさん。いや、いいよ、俺は別にカビやとしても、俺はカビやとしてもイーさんのこと嫌いにはならないけど。え、そういう感じ。あ、どうやって動いてたん、この、え。あ、後ろ向きに動いてたの。あ、なるほどね。なるほど、なるほど。どうやって来たんか全く分かんけどね。こう階段もあったし、前は。そんなことは。おい、最後の補給や。どうぞ念入りにご準備を。いやー、わからん。最後の最後にわかんのかな。今あんまり。勝利は苦労人を叶む。はい。いや、今あんまりちょっと下手なこと言えへんけど。いやー、まあ、この辺は全部売りますけど。え、待って、この辺全部クリスが持ってたやつやん。いいの俺使って。で、結局シリンダーのね、このもう片割れは見つからんかった。組み合わせれると書いてあるけど、まあ、これも売っちゃいます。はい。おお、これは機械と命のアサンブラージュ。ハイゼンベルク教の鼓動を感じますな。はい。で、あのショットガン買おうか。これ。これかっこいいやつ。これ買えるから。はい。アイテム揃った。あ、じゃあ、やめます。うろ。いよいよ旅も終わりですな。最後にパーッと散財なされては。そういうことだね。もう最後やもんね。じゃあ、このショットガン、お世話になりましたけども、売ります。もうご不要で。切り替えます。こっちに切り替えます。まあもう最後まで見ましょう、これは。あんまりもうちょっと分かれへんけど、最後まで見たらきっと分かると思う。はぁ、今回の騒ぎのおかげで私は大事な島を一つ失ってしまいましたよ。どうか、お気をつけて。ありがとう。世話になった。ありがとう。よう分からんけど、デュークは何もやったやろ。もうただの可愛い、ねえ、癒しのおデブちゃんとしか、ああ、いっぱいある。思えなかったですけど、まあ、補給もして、まあ、いらんことは言わんでいいでしょう。行きましょう。あの先へ。ローズを助けるんだ。家族みんなで帰るんだ。イーさん頑張ろう。最後や。もう何でもできる気がする。え、イーさん覚醒してなんか、うわーみたいなったおもろいな。なんかもう、特殊能力発動みたいな。だからあれやん、そのハイゼンベルクとか、その、な、他の奴らみたいに、そのイーさんもその感染してる成功例、邪魔をするな。お、邪魔をするな。成功例なんであれば、その特殊能力を、な、手に入れてるはずやから。え、待って、武器とか出せんの。え、待って、どうすんの、どうすんの。え、何。いやいや、ちょっと待って、え、何、普通に歩くしかないの。武器使えへんの。え、武器あんなに買ったのに。え、あ、扱えるやん。なんて。あ、そや。これ、買いましたね、これね。これをちょっとスロットにセットしましょう。どんなもんや。お、いいね。お、出てきたぞ。邪魔すんな。邪魔するんじゃねえ。うわ、使いやすい、この銃。先に進まないと。ああ、先に。これは、普通にはいけない。潰す？壊せそうだかな？あ、よし、いけ、うん、いいじゃん、いけ。ああ、かわいいエヴァ。私の愛しい娘。さあ、出ておいで。
エヴァ、お前なのかい。うわ、出てきた。ああ、どれほど会いたかったか。これがローズってことやな、一応。なんだ。私の力が奪われていく。ローズ！来たぞ、イーサンが。おとんの登場や。ミランダ！はい、撃て。撃っても死なんと思うけど。やはり普通の人間ではないか。さっさとローズを返せ！早く！小賢しい。今度こそ息の根を止めて。今だ！ローズを！お、来た！よし、取り返す。クリス、ありがとう。やめろ、お前。これは俺の娘や。いや、俺の娘かどうかは分からへんけど。生涯を費やしてきたの。知るか、ボケ。なのにそれを奪おうという。こっちのセリフはバカだれ、ほんま。ああ、目が。誰にも渡さ。ちょ、もう。我が大願がなされる時が来たのだ。さっきから宗教的なわけわからんことばっか言いやがって。この私のもの、人の気持ちとか考えられんのか、おめえ。お、来た、最終形態？最終形態ですか？え、戦うの？お前の役目は終わった。お、ボス戦ですか？ちょ、クリス、助けて、クリス。クリス、どこ？大いなる金婚を目覚めさせる。何？何と言う？ローズのことなら何も心配はいらぬ。私が真の幸福を与えてやる。ちょっと何ていうか分からんよ。ちょ、クリス、助けてよ。クリス、どういった、あいつ。だからお前は安心して死ぬ。戦うの？おおお。お前だけは許さない。許さない。とりあえず撃ってみる。まあ普通に撃つだけ絶対死ねへんけど。いや、まだ血は出てるな。なんか聞いてるっぽくはあんねんけど。何も恐れず。聞いてんのか？聞いてるか分かる。気持ちはお前にも分かる。私とて同じこと。お前の子供ちゃうよ。どうしてわからないんだ。ローズはお前の娘なんかじゃない。俺の子だ。そやそや、ほんまそや、その通りや。イーサン正論しか言ってない。ずっとイーサン正論しか言ってない。それはそれでどうなんっていう話あるけど。死ね、うるさい、お前が死ね。貧困が絶望の淵にいた私を救い出し、この素晴らしい力を授けたもうたのだ。そう、ああそうだ、金婚のせいで行かれたんだ。そうだな、その通りですね、行かれたんですね。うわあ、飛んでる飛んでる。神々しいな、ダークファンタジーやな、もう完全にもう思ってた。まあ最初からね。お前は時期死ぬのだ。いや、もう死んでるらしいよ俺。関係ないよ、もう死んでるらしいから俺。ね、最初始めた時はまさかこんな話だとはね、思わなかったね、本当に。まあまあなんだかんだいっぱい楽しませてもらいましたけど。神の怒りを受けるがよい。おう、なんだかんだいろいろ楽しませてもらいましたけれども、まあね、最終的に、まあ、イーサンの体は結局どういうことなのかっていうのもあるし、まあ、ローズがどうなったのかっていうのをね、まあ、助けれるとは思うけど、もちろん。それ何してんのそれ。それやばそうやな。なんか隠れる場所いるんかな。それちょっと待ってな。あそこ隠れるのかな。いや違うな。いや普通に撃つしかないな。おい、あ、真っ暗になった。何、どっかが出てくるのか。もう良いだろう。お、来た。あとは全て私に話すといい。さあ、ゆっくりね。めちゃくちゃなこと、めちゃくちゃなことばっかり言ってるけどな。死ね。はいはい、もうバカの一つ覚えや、もう死ね言うて。小学生か。もう出てきて。聞いてんのか分からへん。私は我が娘を必ずや取り戻す。それはお前の問題やろ。そんな人の娘をさ。お前の気持ちは分かるぞ。分からへん、お前には。だがお前はここで終わりなの。お前には分からん、イーサンの気持ちなんて。金婚とローズが真に一つとなると、我が愛してる娘は再び蘇る。知らん、そんなこと。私は100年待ちわびた。100年だ、今日この日のために。そんなこと言われてもめちゃくちゃなことばっかり言ってるよな、ほんまに。私の娘のため。俺の娘や言うとんねん。ええ加減にしねん。話長いねん、ボケ。やんま、お前が喋ると俺が喋れへんねん。もう関係ないぞ、お前喋っても喋るからな俺。ああ、知らん、そんな話もしねへん。てかもうイーサンも死んでんねん。もうイーサンは死んでる、エブリンが言うとった。いやでもエブリン久しぶりに会えたの嬉しかったね。なんかエブリンもなんか憎めへんねんな、なんかな。はい、もうさっさと死んでもらっていいですか。もう話気になるんでね。どういった
何それ、その先から投げてきてる、その火球みたいなのないねそれ。死にゆくだけのお前が、はい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 、ローズを手に入れてどうなるというのか。関係ないぞ、俺の娘だ。そや、ふざけるな。もともとイーサンの娘なんや、ローズは。お前はお前なんかもう、なんやもう再婚かなんかして新しい子供産んだやん。じゃあこれから間に合うわ、お前ったら。どうでもよい。そんな最初からそうやろ、どうでもよいわって。そんなもん、あおたれ、死に損ない目が。これでいいの？俺ずっとショットガン撃ってるだけやけど、これで倒せんの？ああ、何何何、もうイベント来い、何終わったってことかな。貴様も終わりだ。ちょ、もうてかいい加減クリス来いや、いい加減クリス来いや。あ、攻撃。貴様を貴公の糧にしてやる。知らん、大物に全に至るまで素早い。知らん、え、何、もう倒せんのそれで。それで倒せるっていうのは逆にそれはそれでどういうことやねん。それはそれでどうやねん、これで倒せるって。はいはい、なに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 、新しい目、第三の目が。私の娘、私のエーボー。倒せんのかい。解決？ローズは？ローズは？ローズ！ローズ、ローズどうなったの？ローズ。ローズ。ローズ。やっとや。やっとや、ローズ。あ、よしよしよし。行こう行こう。もう大丈夫。お家帰ろな。お家帰ろ。あれ、イーサン、イーサン、イーサン死んだの？本当に。イーサン、イーサン、お前何してたんや。おいイーサン、おいイーサン起きろ。え、まだ？前と一緒、エブリンと同じパターンや。兄さん、やったな、やつは終わった。それは俺も同じらしい。兄さん、逃げるんだ。兄さん、助かんのかな。いや、でもやりきった。うわなんかドミトレスクみたいな、うにゃーなってる。足を止めるな、奴には村ごと吹き飛ばせる爆弾が仕込んである。これを見ろ、今起爆すれば俺たちも終わりだ。しっかりしろ、ミアが待ってるぞ。ミアはちゃんと生きてる、生きてるんだ。ミア、許してくれ、愛してる、ローズを頼む。おい立て、おい。いや、でもイーサンやりきった。もう今死んだって許す。俺は今死んでも許す。自分で伝えろ。ほら、あともう少しだ。守ってやってくれ、強くなれるよ。ちくしょう。イーサン、来て、ローズマリー。イーサン、もう自分で爆破すんねや。あ、あれや、あれが株やね、だからその大元や。イーサン、お前やりきった、やりきったよ。いや、でもできたら生きててほしいな。どうなんやろ。いや、でもこれ終わりかな。やっちまえ、イーサン、やっちまえ。おう、ローズ。
出せ、離陸だ、急げ。ミアはミアで、いいのか、イーサンのことは。待って、イーサンはどこ。気づくの遅いぞ。急げ、すぐに離脱しろ。ダメ、夫がまだよ、置いてはいけないわ。ミア、座ってベルトを。イーサンがどこにいるのか教えてちょうだい。私たちを見捨てるはずない。ねえ、どうなってるのか教えて。どこに。今のは何。座ってろと言っただろう。いやよ、イーサンはクリス、あなた何をしたの。彼は死んだ。救えなかった。俺たちを逃がすために残ったんだ。すまない。隊長、これを見てくれ。 BSAA がよこしたのは兵士じゃない、 BOW だ。奴ら何考えてる。隊長、指示を。チーム全員を集めろ。 BSAA 欧州本部へ向かう。え、終わったの。話終わったんですか。ツケを払わせてやる。払わしたらええけど。ってことはもうイーサンは、あかんかったよね。まあでも、やりきったな。うん。やりきった。まあちょっとな、悲しいけど気持ちよかったね。最後はね。うん。はい。エンディングですかね。まあでもなんかまだムービーありそうやけど。ああ、終わった。最初の物語やな、これがな。うん、はい、カプコンプレゼンツと。はい、最初ここにお父さんが映ってなかったのもなんかあるんかもしれんな、もしかしたらね。うん、いやー、まあゆっくり見ながらですけれども、まあ終わったみたいですね。まあイーサンは、残念ながら、亡くなったということで、まあ黙祷ということなんですけれども、まあ最後の最後にやってくれましたね。うん、まあ、エブリンが言ってたお前はもう全身カビなんだっていう、そこの謎についてはもう謎のまま残ってるけど、まあ、何らかのその、まあ、適合したのか何なのか、まあ、イーサンは言ったらこう、不死身っていう能力だけを得て、そのま、カビの人間として、ま、生きてたというか、まあ、自分がそうとは気づかずに。でも、ミアはちょっと途中でそれを気づいてたみたいな、そういう描写もあったんで、まあ、ミアはちょっといろんなことを察してたのかな、ということですね。まあね、僕からしたらその一応セブンから入ってずっと操作してきたイーサンなんで、まあ死んでほしくなかったけど、まあでも死に方としては、まあ物語としてはね、まあまだ納得できるというか、まあ許せるというかね、まあそういうことであれば仕方ないなということですね。うん。で、あと全体の物語に関してなんですけれども、まあこれはちょっとね、まあ流れ的にはちょっとテンポは遅かったですね。やっぱいろんな場所をこう広い広大な場所、なんか最初の方になんとか州みたいに出てたのちょっとそれは忘れたけれども、まあ、あの村から始まりお城になって、でそこから湖に行って、ね、人形の館に行ってからの工場と、もう非常に長い話で、まあ、イーサンもいろんなところ行ってね、あれがたった2日の話ですから、もうすごい冒険やったんですけれども、まあ、特異菌の能力っていうところもね、そのまあ最終的には開示されましたけど、まあまあまあ基本的にはやっぱりそのカビ菌、そのセブンから続くその特異菌の話がずっと続いてたと。まあ細かい考察は置いといて、まあいろんな能力があったのが面白かったと。欲深い子だ。受けた恩も返さずに。お。魔女がそう言うと、少女は鏡に閉じ込められてしまいました。あの続きや。あ、お父さんや。そこへやっと少女の両親が助けにやってきます。はい。父親は魔女に立ち向かい、母親は愛の力で鏡の呪いを解きました。父親は戦い叫びます。娘を頼む。待って、母親は少女を連れ燃える森から逃げ出しました。待って、これ喋ってんのローズじゃない。待って、ちょっと焼け残った森は泣きそう。人々に父親の犠牲を思い起こさせ、今でもなおその荒れ果てた土地をじっと見つめた子供は
ベリーを摘みに行き迷子になる悪夢を見ると言います。これ読んでのローズじゃない？あー、それ教えてくれないのかーい。はい、まあまあシーンのエンディングが途中で流れましたけれどもね。いや、なんかちょっと今感動したな。うん、まあ最初はね、あの物語を読んでる途中であのローズが寝ちゃったよね。寝ちゃったからあの話をやめて、あのちょっと口論になってね、なんかありましたけど、まあでもあの思い出すとね、その時読んでたミアっていうのはミランダやからね。だから一応ミランダからしたら、そのローズは真の自分の子供のエヴァやったっけな、その子供になるものやから、まあ愛してたっていうのもあるかもしれへんけど、まあ、こういう形でエンディングにつなげる、結局あの一つの物語が始まりでこれで終わったんだよっていう、そういう話が見れたということですね。で、まあさっきの話戻りますけど、あのモローとかね、あの海のあの怪物モローとか、あの人形使いのドナとか、ドミトレスク、ハイゼンベルグと、まあ、非常に個性的なキャラクターも多くてね。で、あとは僕はちょっとね、あんまりあの関係ないというかちょっとわからないんですけど、そのクリスの関連ですね、あの辺もすごいファンサービスというか、まああの多分知ってる人にしたら、うわマジかこいつら出てくるのみたいな、そういう話で、その辺もすごい良かったんじゃないでしょうか。はい、まあ、いろんなギミックがあって、いろんなまあ攻略、まあ武器もたくさんあってね、買い物ができたりとかね、ちょっと今までの感じとはまた違う感じでしたけれども、あのセブンの時はね、あの終わってから感動っていうのはそこまでなかったのよ。でもこのエイトビレッジに関してはすごい感動させられたね、最後にね。で、おそらくやけど、さっきも言った通り、多分あの絵本の続きを読んでた声、あれね、出てきてなかった声優なのよ。で、初めて聞く声で、あのタイミングであんな感じで喋ってるって思うと、まあ、大人になったローズなんじゃないかなと僕はちょっと思いましたね。はい。だから無事強くたくましく育ちましたよっていうことで、まあ、次の、まあ、9ですね、があるかどうかはちょっとわかりませんけれども、これで、バイオハザード8ビレッジ実況終わらせていただきたいと思います。まあ一応収録に関しては一気にザーッと撮ってますので、まあ動画が何本になってるかわかりませんけれども、まあバイオハザード7に比べて非常に長いお話になったと思います。まあ編集なんかで見やすくはしたと思いますけれども、最後まで、お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また違うゲームでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。続きがあったよ。ローズや。わお。男の子は月に触れると思う？そんなの無理だよ。だって遠すぎるもん。もし宇宙船があったら？ああ、なら触れるかもね。でもきっとすごく冷たいよ。え、どういうこと？今のミア？そうね。お父様はシャチとは違うな。これローズやろ。うわ、じゃあ次あれかな。ローズが主人公の話みたいな。あのマークや、あのマーク、あの物語のマークやね。お父さんのお墓参りや、きっと。きっとそうやね。受け継がれていくんだよ。受け継がれていくんだよね。父さん、誕生日おめでとう。わあ、ちょっと泣きそう。先週は来られなくてごめん。テストとかいろいろあって、わかるよね。もうタイミング最悪。仕事みたい。愛してるよ。ああ、見つけた。例の場所だ。こんな日に限って君の出番だ。頼むぞエブリン。二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。いつでも撃てるぞ。待機してろ、問題ない。あんた誰？まだガキだ。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる。まあ新しい物語がここで始まるんやろね。ってことはこれ確実に9あるな。
あ、誰か来てる。終わった。父親の物語は今終わったってことかな。何度も言ってるわよね。心配なのはローズじゃないって。じゃあ何が心配なんだ。いや、ローズならあの通り元気だろ。何が問題だ。私たちのことよ、イーサン。あなたは分かってない。分かってないの。いや、何の話だ。何かあるなら話せよ。なあ、言ってくれ。